はい。じゃあむつきさん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ最初にむつきさんの活動状況ですかね。はい、活動状況を教えてもらってもいいですか。そうですね。今は WKBA のバンタム級チャンピオンとして現役で戦っていて、今回9月6日にライトハウス東京というパーソナルキックボクシングジムを建てる予定です。ありがとうございます。はい。そうですね。キックボクシングのチャンピオンということなんで、そっちの方を中心にまず聞いていこうかなと思うんですけど、そもそもキックボクシングってなんで始めたんですか。そうですね。ちっちゃい頃、僕8歳から始めてるんですけど、はい、茨城県出身で、まあ双子の弟がいまして、はい、どっちも体がちっちゃかったんですよね。双子で目立ってたっていうのもあって、うん、なんか強くなりたいって思ったのが一番最初のきっかけでしたね。僕いろんなスポーツやったんですよ。野球もやったし、バスケとかいろんなものやってて、いとこが空手をやってるのを見て、あ、これ面白そうだなと思って見よう見まねでやってたら、僕の母が空手に連れてってくれたんですよ。はい。でも空手に出会った瞬間に、あ、強さってこれだと思って、僕と類でもうのめり込んでハマって。じゃあ2人同時に始めたの。もう2人とも同時でしたね。小学生ぐらい。小学生多分ちっちゃい4年生から始めました。大体スポーツ始めるの昭和4ぐらいですもんね。そうですね。でも僕結構早かったんですよ、いろんなものをやるのが。その時点でいろいろやってたってことですよね。水泳とかもいろんなものをやってて、でも全然なんだろう、元気すぎてなんだろう、全然落ち着いてらんなかったんですよ当時から。みんなが教えてる間にめちゃめちゃ動いてるで、合ってなくて空手に入った瞬間にもう一番集中してやってたっていうのが、僕の母が見極めてくれて、そうで僕たちももう毎週ずっと行ってたし、それが格闘技の出会いですかね。なるほど、うん、すごいね。そこからもう中学校高校はずっとキックボクシングとしてやってたんですか。そうです。空手は小学6年生、中学1年生までやってたんですよ。で、中学1年生の小学6年生の頃ですねに、空手が週3回しか練習がなくて、もっと強くなりたいと思って、その練習どっかパンチをキック使えるとかないかなと思ったら、キックボクシングっていう空手に近いものがあったんですよ。でそこのジムに週3回空手をやって、空手を強くなるためにキックボクシングの練習を始めたんです。なるほど、補強だったんです。そう、補強だったんです。そしたらそこの会長さんが僕たちを見て、試合に出てみないかって言われて、アマチュアの試合に出してくれたんです。空手ってそうなんですよ、無差別で体重分けがないですね。キックボクシングって体重分けがあるんですよ。背が一緒で体重が一緒って。だから最初僕とルイもその身長が一緒の選手と戦うことがなかったんで、絶対これは勝てる、背も一緒体重も一緒、負けるはずがないと思って、2人ともリングの上に上がったら、2人とも同じ相手にボコボコにやられて、あ、これ強さが違うと思って、僕が空手からキックボクシングに2人とも移ったんです。それが中学1年生ので、それからもう中学2年生にはタイとか行ってたんで、ずっと夏休み冬休みはずっとタイに行って練習して。そのジムっていうのは今のとこ、あそこ伊原、その伊原ジムの支部が茨城県の土浦にあったんです。でそこの支部で練習してて、で出稽古で東京のジムに行ってたんですね。なるほど、うん、じゃ割とその本当に負けたところとかあって、そっからも負けたりとか結構いきなり。そっから僕一度も負けてないですそっからもうその一戦だけで、プロになるまでは一戦も負けてなくて。そうなんですよ。でもそれがもう一番最初の悔しい思いからもあるし、高校2年生で茨城から東京に来て、そこからもずっと伊原ジムっていうところで夢を持っていて、それが一番最初はキックボクシングで強くなって、一番強くなってみたいっていう夢を持って、日本チャンピオンになって、で世界チャンピオンになってっていうのを続けた感じですかね。うん、で僕日本チャンピオンになったのが19歳なんで、そっから日本チャンピオンを取って、日本チャンピオンを取った頃にはもう、あ、このトップに行けたら次はって、もう世界を目指してて、日本チャンピオンを取って世界を目指した感じですね。うん、そう、キックボクシングって団体がいっぱいあって。そうですよね。そうなんです。なので僕は新日本キックボクシングっていう団体でやってますね。すごいですね、そんな負けたことないっていうので、あんまりマイナスな出来事ないのかなって思うんですけど、ただでも日本チャンピオンまでは日本チャンピオンが世界に挑んだ時はやっぱり負けましたね。日本チャンピオンでその次の次の試合で日本人で一番強いって言われてるその世界で戦ってる選手と戦って1回負けて、それが一番今世界に近いって言われてる日本人の選手だったんですよ。でそれに挑みに行った時に初めて負けて、そっからリベンジして、その方に、はい、でそれが有明コロシアムで1回負けたんですよ。すごい大きい会場で負けて、で自分の聖地の後楽園ホールで再戦して勝って、はい、で世界タイトル戦挑んで22かで世界タイトルそうだから22歳から31まではずっとこのベルトを防衛してる。なるほど、すごいいいですよね。いろいろでも世界に行って学ばさせてもらったことはたくさんあって、やっぱり日本というちっちゃい中じゃなくて世界に行ったことでやっぱり本当にこうちっちゃい世界だったのが広い世界になって、挑戦する大事さっていうのはめちゃめちゃ感じましたね。しなんかすごく僕が日本チャンピオンから世界チャンピオンに移行するまでにものすごく感じたのは、夢ってなんかこう描いたらもうここで終わりなんじゃなくて、どんどん広がっていくもの、叶えたら終わりじゃなくて、叶えたらまた広がって、叶えたら広がっていくものだから、もう本当に夢はどれだけ大きくても構わない、そうって思ったし、そうそれはなんか日本チャンピオンから世界チャンピオンになった時に感じた一つですよね。まあ、夢って広がっていくんだなーって思いましたね。それは続けていくにあたってやっぱ変わっていくんですか、そのモチベーションとか。いや、なんかこの日本チャンピオンを本当に目指したのは、僕が茨城で日本チャンピオンのベルトを掲げた人たちに出会ったのがきっかけだったんですよ。あるパーティーに行った時にスーツを着たベルトを持ったチャンピオンたちが5人ぐらいバッと来てくれて、パーティーに参加してくれたんですね。その姿を見て、本物のヒーローを見たって思ったんですよ、僕は。そういや、こんなヒーローになりたいと思って日本チャンピオンに目指したんで、最初はただ強くなりたいと思っただけだったけど、土浦の田舎にスーツを着てかっこいいチャンピオンベルトを持った人たちを見て、これが本当のヒーローだと思って、そのヒーロー像をずっと目覚まししてましたね。でもなんか面白いのは、僕今世界チャンピオンになって、僕が逆に言うとちっちゃい頃見たヒーローの姿に今僕がなってる。でその中にってここのままじゃいけないなと思ったんですよ。それはなぜかというと、アスリートが世界チャンピオンからベルトを持った瞬間にその先を見るわけですよ。今度僕は今ベルトを持ってここにいますけど、子供たちは僕を見てすごいと思うけども、じゃあ僕のこの先の人生が、例えばアスリートというセカンドキャリア、これがもう苦しんでる人たちがたくさんいるっていう現状を見た時に、僕はここをなんとかしなきゃいけないなっていうふうに思って、今ライトハウスを始めてるんで。じゃあさっきの夢のところで変わっていくってなると、次はそっち、そうです。今は本当にヒーローになりたかったずっと。でその子供たちのヒーローになっていて、じゃあ本当に僕たちを見てキックボクシングを始めた子たちがいて、その子たちがじゃあ僕のことを追い求めてここまで来た時に、僕はもうここにいるんで、この先の未来を作っていかなきゃいけない。そうなったら僕は今度はアスリートのセカンドキャリアっていうところを構成していかなきゃいけないなっていうふうに思ってて、そこのライトハウスっていうのが灯台っていう意味なんですよ。で人々を明るく輝かせる場所、それが僕たちに関わる人全員、僕たちの能力で誰かのためになれることをするっていうのがライトハウスなんで、そういう人たちを増やしていきたい。それがなんか僕はアスリートには力があると思ってて、もう本当に苦しいことも辛いことも乗り越えてきて、勝負っていう世界で戦ってきた人たちじゃないですか。もうその中で生きてきた人たちの言葉って僕はすごく重いしリアルだなと思うんですね。その言葉を今頑張ってるその会社員の人たちと経営の人たちに何か一言与えられるものがあるんじゃないかなと思ってて、特に僕は格闘技っていうのが人生につながる学びが多くつながってるなと思うので、それをなんかこう提供できる場所にライトハウスしたいなというふうには思ってます。ちなみにその、お仕事として今まで、アスリートとしてはその選手やってたと思うんですけど、お仕事としてトレーナー、指導者としてもやってたと思うんですけど、他のに例えばキックとか格闘をやってる人って、そういう仕事してる人が多いんですか？いますけど、そのパーソナルトレーニングをちゃんとやってるところって実はあんまないんですよ。キックボクシングのパーソナルジムっていうのも少ないですし、キックボクサーが引退後どうするかって、そのジムがやっぱりそんなに多くないんで働く場所がないんですよ。なるほど。そうだからやっぱ割ると居酒屋とか割るとラーメン屋っていう選択肢になってしまう。なんか僕が思うのは、その自分がずっとやってきたこの能力を生かせる場所にしたいなと思うからこそ、僕のこのパーソナルジムが1店舗じゃなくて増やしておこうと思ってるんですよ。その理由の一つは、今キックボクサーが卒業した後に働ける場所を増やしていきたいと思ってて、なんか僕が一つ面白いなと思ったのは、フィギュアスケートってアマチュア終わるとプロの賞スケーターになる。でこれってね、そこからのアスリートからの移行がちゃんとできてるんですね。で僕もそういう世界を作りたいなと思ってて、キックボクサーがプロとして活躍してて、終わってからのここの働く場所、そして輝く場所をこうすんなりいけるようなシステムを作りたいなと思ってて、それが今は僕はキックボクシングのパーソナルジムっていうのをこう多く作ること、それが多分今の選手たちが引退した後も働く場所を作るっていうことなので、それは今そう考えてるところの一つではあります。ちなみにそのライトハウス、ジムのことについて細かくお聞きしたいんですけど、改めてそういう一番重要にしてること。そうですね、やっぱりこの東大っていうのは一番こう僕は強く思ってて、一生闘技万闘勝負っていう言葉があるんですよ。でその言葉は何かというと、一頭だと隅しか照らせないけども、その一頭が集まっていくとこう万を照らす、万がもう世界中を照らす、日本を照らすっていう言葉なんですけど、僕はその言葉が大好きで、僕の双子の弟のルイがその一番最初にリングの上でこの言葉を言ったんですよ。でその時にやっぱ僕たちの気持ちって、それが一番強い。自分たちが輝くことによって周りの人たちを輝かせる。でその周りの人たちが輝くことによって、またその周りが輝く。でこれがどんどん連鎖していけば、日本も明るくなるし、世界も明るくなるって僕は信じているので、なので僕たちの自分がライトハウスっていう名前なので、その思いが一番強いですかね。そのお客さんとかのどういう方が一番こう来てほしいですか？お客さんに対して僕はこう人生に挑戦してる人たちに来てほしいなと思ってます。今だと本当経営者の人たちも多いですし、なんかこう頑張ってる人たちが多いですよね。アーティストもそうだし、なんかこうお仕事頑張られてる方たちが多いなっていうふうに思います。あと主婦の人たちもやっぱりね、子供を育てるっていうところで挑戦もしてるし、そういうなんか一生懸命人生をこう生きてる人たちにこう提供できる場所であったらいいなとは思ってますね。もう一回ちょっと最後の方になるんですけど、夢月さん自身にちょっと僕も質問あって、結構さっき話してて、いろんな業界からこうインスピレーションを受けるっていう話してたじゃないですか。そこはどういうなんか経験があって、そこを大事にしてるんですか？僕はなんかこう格闘技ずっとそれしかやってなかったんですよ。でもなんかこういろんなスポーツをやるようになったのが25とか、それぐらいからやり始めたんですけど、もうつながってるものでしかなかった。いろんなスポーツを、例えばゴルフもそうですし、音楽もそうですし、ダンスもそうですし、いろんなものがこうつながってる、全部つながってるんだなと思ったのがきっかけですよね。キックボクシングはキックボクシング、ゴルフはゴルフ、音楽は音楽ではなくて、全部がちゃんとつながってる。だって音楽のところから僕キックボクシングのインスピレーションもらってるし、ゴルフからももらってるし、いろんなスポーツからもらってるって思うとは、全部が僕フィギュアの方もレッスンしてるんですけど、その方たちも僕たちにこうキックはこのキックの動きがアクセルと一緒だって、アクセルってこのジャンプの、それ聞いた時に僕もアクセル見てキックと一緒だって、こうやってやるんだってインスピレーションもらってるから、なんかこう一つのところだけをこうずっとやってれば強くなるものじゃなくて、大きく視野を見ないと、なんだ本当のものって見れないんだろうなっていうふうには思いますね。じゃあもう本当最後の方なんですけど、いつもなんか結構インタビュー受けてくれる人に、僕らだとそういうフィットネスっていうのはやっぱりまあ、初心者の方とか多いので、続かない人とかモチベーションが下がる人に対してこうアドバイスとかってあったりします。僕いつも言ってるのはこう何のためにやってるのかっていうのがすごく僕は大事なんですよね。そのただ運動するだけで何のためにもなってないものってやっぱり絶対続かないんですよ。そうなんで僕はそのダイエットしたいって、なんでダイエットしたいのかっていうところまでこうよく聞くんですけど、そこがちゃんとできてれば絶対続くと思います。ただ痩せたいじゃなく、痩せたいのがなんで痩せたいのかっていうところのこうちゃんと根本の敵のなんでっていうところがこう見つかれば、運動というのは続くんだろうな、そしてそれが自分の人生につながっているもの、自分が本当に目指しているものにつながっているものになることが大事だなとはいつも思ってますね。うん、アスリートってそうなんですけど、こんなにきついこのスポーツを続けられないじゃないですか。普通投げられたり蹴られたり減量したり、でもそれが続いてる理由が何のためにやってるかなんですよ。僕は後輩にも、ね、今頑張ってる選手にも言うんですけど、何のためにこれをやってるのか、これさえちゃんとしてばどんなにきついことも乗り越えられるし、それはもうダイエットしたい、減量したいっていう人もみんな同じこと言います。僕は何のためにそれやるの？痩せたい。じゃあ何のために痩せたいの？この何のためにが強ければ強いほど続けられるんで、そこを深掘りしていくっていうのはこうどんなことでも一緒だと思ってるし、だからこう小手先じゃないっていうのはいつも、みんなには言ってますね。いやめっちゃいい内容ですね。はい、じゃあ今日はこれでインタビュー終わりにしたいと思います。はい、WKBA、はい、世界チャンピオン、はい、また睦月さんに今日はお話いただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。頑張ります。じゃあ睦月さん紹介お願いします。はい、まずここがカウンターになってて、はい、そこからあれですよね、入店されて、はい、そこから入ってここが木のカウンターがドーンと入ります。はい、はいでまあ、ここはもう全部こんな壁になるのかな、全部壁になってて、はい、でこっちがリングになります。4個ボールを立ててリングにして、はい、でこのままこっちがサンドバッグエリア、ここにタッチされます、はい、でここのからが、応援してくださってる皆さんのこのネームがバーッと飾れるクラウドファンディングの、はい、クラウドファンディングの、はい、これですね、ここちょっと色は変えるんですけど、この名前がわーっと乗ります。へえ、かっこいいですね。なんかかっこいいと思う。めちゃめちゃかっこいいですね。でこっち側が、はい、更衣室なんですけど、はい、ここに3メートルのアンティークの、はい、ベンチを置こうと思っています。入るかどうかちょっと、はい、いいですよね。さあでこっちがシャドウエリア。シャドウエリア、うん、ここが全部鏡になってて、でここにシャドウをみんなにする。でなんかこう練習してる間になんか終わってからここでなんかみんなでこう、マットの上とかルームの上でこうお話できるようにテントを置くみたいな感じにしようと思ってます。はい、うん、でこの中が更衣室。これめっちゃそうだ、これインダストリアルっていうと工場風にしてるんですよ全部。そうだからこの壁紙とかもこういうちょっと黒で岩っぽいものにしてみたら、この下がちょっとアンティークっぽい、はい、そうあんまり綺麗にピターってしてない感じにしてます。そうでトイレはもう綺麗にできるようにタイルで全部やっていて、こっちも全部タイル割り、はい、すごい。でシャワーも結構ちゃんと作ってて、これは海外輸入してる、はい、海外から取り寄せたシャワールームなんですよ。日本のシャワールームってちっちゃくて白いやつが多いんですけど、これもう海外から取り寄せてるんで、そう全部が黒で、しかもちょっと広いんですよね、普通よりも。狭いんですけど、なんかまあここでシャワーをしたら、ここで化粧パウダールームがあって、ちょっとこうして、でここにもパウダールームを作るんですよ、はい、大きいカウンターを作って、でこの鏡とかもちょっとこだわってて、意外とでかいもんもうベンチがあって、そうここにちょっとお洋服をかけて出てくるみたいな空気もありますね。これでも完成した時めっちゃ楽しみですね、この違いが。この施設の一番のこだわりって何で選んだ？そうですね、ここはもうこのまずは見晴らしですね。らしいです。僕たちのこのジム、ライトハウスっていう、はい、灯台っていう意味なんですね、はい、もうその言葉にぴったりなジムだなと思ったのがもうこの場所でしたね、はい、もう一本ここに建物がなくて、はい、こっからこう全てを見下ろす、しかもここから光を届けるっていう部分ではライトハウスにぴったりな場所だなというのを思いました。